発達障害という才能を伸ばす、どうも発達障害カウンセラーの和樹です。本日は発達障害を持った人が辛い時にこそ頑張らなければいけないことについてお話しいたします。アスペルガーや ADHD を持ってますと、まあとにかく人生辛いですよね。僕も20代の頃はもう何のために生きてるんだろうとか、なんで俺がこんな目に遭ってるんだってね、もがいていました。あなたも何とか仕事に食らいついていったりとか、ストレスを抱えながら頑張ってるなんてことありませんか？正直もうそんなんやめたいと思うことあるでしょうけれども、そんな時にこそぜひとも頑張ってほしいことが3つあるんですね。しんどいのに頑張れって、そんなの無理だよ、殺す気かと。いや、まあもちろんね、仕事頑張んなきゃいけないのは分かってるけどって思うかもしれませんが、違います。そんな仕事を頑張んなきゃいけないなんてくだらないことじゃありません。じゃあそれは何なのかと、どうすればあなたはもっと幸せになれるのかということをお話ししていきます。ということで、発達障害を持った人が辛い時に頑張るべきこと、まず一つ目が絶対に頑張らないことです。は？なるほどって感じですよね。以前ですね、発達障害を持った人はもうそれ以上頑張るなとか、辛いことから逃げろというお話ししたんですが、そもそも発達障害を持った人って頑張りすぎてるんですよ。ただでさえ仕事とか人間関係辛いことがいっぱいあります。ただ気まじめだったりとか、生活しなければいけないっていう義務感から、もう薬飲んででも何とかして生活するために働こうってしてる人多いじゃないですか。結論から言います。そんなやんないでください。辛い時は逃げていいんですよ。てか逃げなきゃいけない時だってあるんです。ストレスめちゃくちゃ感じてるけども、抗うつ剤を飲みながらなんとか食らいついてるって、もうそれ普通に考えてやばいですからね。もちろんそこまでしてでも、なんとかやりたい仕事なんだとか、絶対にそこでやらなければいけない目的があるんだというのであれば、まだわかるんですけども、結局それでぽっきり折れてしまい、うつになってしまって、最悪自殺なんてになってしまったら、仕事どころの騒ぎじゃないですからね。耐えなければいけない、頑張らなければいけない時はもちろんありますが、それは心や体を壊してまでやることではありません。ついつい僕ら発達障害人というのは頑張りすぎてしまう傾向にありますので、頑張らないということを頑張ってみてください。いや、とはいっても社会人だから仕事しないとって思う方いらっしゃるんですが、昼間から飲むビールうまいぜ、いや無職なのに昼間からビール飲んでるわみたいなね、そういう背徳感を味わいつつも人生楽しむことって絶対必要なんですよ。生活しなければいけないというのももちろんありますが、障害年金とか、まあ、最悪セーフティーネットだってあるわけです。もし今しんどい状況で全然体も動かないよというのであれば、それは心身を休めるとき、自分がより高くジャンプするために一度は体を休めてください。そして発達障害の人が辛いときにすべきこと、してほしいこと、二つ目が贅沢です。はどういうことって感じですよね。そもそもお金がないから贅沢できないし、お金手に入れるために頑張って仕事してるんだよ無理してって思うじゃないですか。そもそもですね、ちょっとぐらい仕事休んだとしても何とでもなるわけですよ。実際日々の生活費と今あるお金を厳密に計算してみると、 2,3 ヶ月働かなくても何とかなったりします。日払いのバイトだってありますしね。絶対死ぬことないんですよ。働けばいくらでもお金は手に入りますから、しんどい時こそ、辛い時こそ贅沢をする、まあ、例えば回っててもいいから美味しいお寿司を食べるとか、気の知れた友達と昼間から映画見に行ったりとか、ウィンドウショッピングでもいいからちょっとお高めのデパートなんかに出かけるなんてのもぜひしてほしいんです。いや、わざわざ落ち込んでる時、しんどい時に贅沢しろってどういうことって思いますが、これ何が言いたいかっていうと、ちゃんと美味しいものを食べる、つまり栄養をしっかりとってくださいねと。そして引きこもっていないで体を動かす、まあ運動まではいかないですけども、出かけることをしてほしいんです。するとセロトニンとかドーパミンみたいなのが出ますから、落ち込んでるメンタルというのはどんどんどん元気になっていきますし、ストレスというのも発散できるんですね。まあ、うつ予防にももちろんなります。ただちゃんと食事してくださいね、運動してくださいねって、まあしんどいじゃないですか。だからこそ贅沢をするというアプローチで、あなたの人生の充実というのを目指してほしいんです。とはいってもね、生真面目な人多いですから、いやそんな贅沢なんてお金もったいないって思うかもしれませんが、3000円とか5000円とか予算決めて1日遊んだぐらいで貧しくなんかなりませんよ。だってあなた頑張ってるじゃないですか。ちなみに僕の贅沢はセブンイレブンのセブンカフェで、レギュラーの100円のコーヒーじゃなくてラージの180円のコーヒー買うのがめっちゃテンション上がる贅沢です。そうなんでいいんですよ。あなたなりの贅沢なお金の使い方、時間の使い方というのをしていってください。そして辛い時に頑張ってほしいこと3つ目が、人と話すです。
これは仕事の人間関係とか新しい出会いを求めてというよりも、あなたが安心して腹割って楽しめる人と話してほしいんです。もしそんな人いないよというのであれば、そこまで仲良くなくてもいいですから、あなたの悩みとか愚痴に対して責めたりとかせず、共感してくれそうな人とお話ししてみてください。実際人と関わることによってオキシトシンというリラックスできるホルモンが出ますし、うつの予防なんていうのになりますので、自分がしんどくならない程度になるべく人と関わってほしいです。もちろんね、本当にそんな人間もいないというのであれば、カウンセラーにお話聞いてもらうでも OK です。発達障害の当事者会でしたら500円から1000円ぐらいで、同じような悩みを持った人と喋れますしね。発達障害を持っていますと、とにかく人生辛いこと多いんですけども、発達障害自体は脅威ではないんですね。発達障害によって起こる困ること、二次障害なんて言い方するんですが、うつとか不安障害とかパニック障害、メンタルがやられるなんてことで人生どん底に落ちてしまったりとか、トラウマを抱えてしまったり、最悪の場合自殺なんてふうになってしまいますので、心や体がポッキリ折れてしまう前に、ぜひ頑張らないこと、そして贅沢をすること、人と話すことを頑張ってみてください。分かりやすく言うと、とにかく遊べってことですね。とは言っても本当にお金なくて贅沢できないし、人と関わるのもしんどいという方も中にはいらっしゃいますでしょうから、そういう方はぜひまずは僕が毎日20時からやってるオンラインの当事者会なんてのに参加してみてください。 YouTube ライブでやっておりますので、8時に僕のねアカウントのページ開いてもらえれば配信中っていうのが出てきます。また月に5回6回ぐらい定期的にオフラインでの当事者会というのもやっておりますので、東京近郊の方は参加されてみてください。ぶっちゃけめちゃくちゃ楽しいです。オンラインの配信に来てくれてる方なんかもみんなすごい優しいので、もうどうしようもないよって方はぜひ覗いてみてください。それだけであなたの人生が変わるきっかけをつかむことができますよ。僕は普段このように発達障害を持った人が人生変わるような動画を毎日投稿しています。より多くの人が幸せになれますように、この動画の拡散およびいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。また僕は発達障害カウンセラーとして1対1でカウンセリングをさせていただいております。人生辛いことばかりでもうどうしようもないとか、もう鬱で死にそうだという場合はお力になりますので、ぜひホームページからお問い合わせください。本当生きてるとね、なんでこんな辛いこといっぱいあるんだろうって思うことあるかもしれませんが、結論から言うと、あなたは絶対に幸せになることができるんです。今は暗闇の中にいて、その方法わからないかもしれませんけども、やり方さえ分かってしまえばいくでもね、人生変えられますので、ぜひですね、まずは今日のこと何か一つでもいいからやってみてください。あなたの幸せや成功を心より応援します。以上、和樹でした。